なんか日本について、また怒り始めてるんですよ。戦争と植民地支配の歴史について、最近では歴史修正主義の考えを持つ人々が政府や与党の中枢により、まあこれはなんかおそらく安倍総理とかなんか言いたいんでしょうね。 え、教科書の統制を強めたり、ユネスコの世界、えー、歴史遺産の登録をめぐって自己中心的な主張を繰り広げたりしている。え、佐渡の金山のことを言いたいんでしょうかね。なんで韓国が自己主張、あの、中心的な主張をするときにはね、おかしいって言わないで日本のことばっかりこう批判するのか。これはね、神経がね、よくわからないですね。やっぱり出てきたというふうに思うのは、安倍晋三元首相をはじめとして、この,この人絶対、 絶対出てくるんですよ。もう安倍、安倍アベ、アベ、アベっが出ないともうなんか多分落ち着かないんですよね。敵基地攻撃能力の保有、核兵器の共有など、従来の防御重視の安全保障政策から大きく踏み出す政策を主張する人々も現れた。しかしドイツと違って日本の場合、隣国はそうした防衛努力を支持しないだろう。 これ、隣国ってどこの国のことなのって聞いてみたいですよね。それからね、まあもちろんですね、それね、賛成するはずがない国でただ、ありますよね。中国賛成するはずないですよね。だって、中国を抑えるためにこういうことやりましょうって言ってるのを、中国が賛成ですって言ってくるってことは、まあ、まず考えにくいわけですからね、普通に考えてね。だから、そうやって考えてみると、まあ、何を言ってるのかなという気がします。そして最後がね、これに対応して日本国内では戦争放棄をうたった憲法9条を改正すべきという主張も広がっている。 しかし、戦争はおびただしい死と破壊をもたらすだけというのが現実である。民主主義と自由を保ち、人命に最高の価値を認める国々は戦争を起こさせないための話し合いの努力を強化しなければならない。 うん、分かったと。じゃあ憲法9条ね、輸出でもなんかやってで、プーチン大統領のこと説得してですね、早くウクライナの戦争をやめさせてくれと、山口さん言ってきたらいいじゃないと。ね、それで山口さんの言う通りね、ああ、やっぱりこれ話し合いで戦争あったなぁとかってなったらね、我々もね、あの、あそうですね、大したもんですね、という風に納得する。でもこれじゃまだまだ面白くないでしょ またなんかいつもの綺麗事言ってるなと。戦争をおびただしい死と破壊をもたらすだけだというのが現実だ。だから防ごうとするから憲法9条改正しようとしてるんじゃないかと。何を言ってるんだと。話し合いの力を強化しなければならないって知ってるよと。それでも言うこと聞かない人間いたらどうするんだよさあどうするさあなんて答えるかと。ここがポイントですよ。さあ皆さん考えてくださいよ。最後の一文はじゃあ何で終わるでしょうか これ当てたらね、私はね、これすごいと思う。まあありそうなパターン。だから憲法9条は守らなければならない。うん。でもそんなね、平凡な答えじゃないんですよ。あと何があると思いますかだから戦争は放棄しなければならない。うん。まあ政治学者ですから。 だから、会見勢力によるですね、三分の二を参院選で勝たせてはならない。うん、なんかありそうかな。皆さんなんか思いつきましたか思いついた方はですね、今一旦ここで止めて、えー、コメント欄に書いてみてくださいね。よろしいですか一旦止めてからですよ。聞いてから書いたんじゃダメですよ。えー、これ、も、ま、う、あ、いいですかえー、止めて書いていただきたい。よろしゅうございますか書きましたさあ、最後のうちはどう出るか 日本が取り組むべきは、まず日韓関係を修復することである。はあ何の話が、何の関係があったのってこれ。何を言いたいのと、まず日韓関係を修復することであるってもう言うに事と書いて、 ちょっと大丈夫ですかっていう感じですよね。まあね、私の中ではね、ちょっと最後のね、オチがね、なんかやっぱもうびっくりしましたよ。人を脅かさないと気が済まなくなってきてるのかもしれないですね。こう、こら、お前次何来るか分かってるかと。<laughs> 憲法9条を守れ。そんなところで終わるわけないだろう。日韓関係だみたいな感じでね。 は,はははみたいになりますよね。それはさすがに思いつきませんでしたみたいな感じでね。いや、だけどね、こういうね、バカバカしい記事をですね、まあ、ハンギョレっていうところでね、韓国の新聞で書かれているわけですよね。まあ、これ韓国人の人がどれだけ読んでるのか知りませんし、日本人がどれだけ読んでるのかもしれませんけれどもね。まあ、ある意味ね、 山口氏もこれ、愉快犯でやってる可能性ありますよね。この俺の想像力、誰もついて来られないだろう、みたいなね。なんか俺は文豪だ、みたいな感じでね。なんかちょっと暴走してるのかもわかりませんね。まあでも私にとってはですね、まあちょっとついていけないな、というふうな、この想像力素晴らしいとは全く思いませんでした。